チコはアーセナルの富安兼用、完全に終わってしまう。ちょっと前まで最強ディフェンダーって感じだったのに。そうよ、三笘がワールドカップ前に話題になるまでは富安の話題しかなかったの、日本サッカーって。まあ普通に CB で起用してくれるとこに移籍しろ。CB じゃダメなの？ボローニャでもサイドバックメインだったし、もう少しパワーがいるだろうね。本人が SB 希望してる、プレミアで CB やるにはまだ肉体的に厳しいとか。控えでもあんま文句言わなそうだし便利屋だな。怪我があるから無理せず控え中心でもいいんじゃない？いいオファーがあればさよならするから問題ない。スペ体質だから使いにくいだろ、計算できない選手。富安に偽 SB は無理だろ、サイズが RSB だから重用されてたのに小回りまで利かせろはきつい。怪我の繰り返しで、トップコンディションに戻せず引退の未来しか見えん。別にアーセナルにこだわる必要なんて全くないし、合うクラブに行った方がいい。やっぱ日本人は身の丈の合わないビッグクラブよりワンチャン CL 出れそうな中堅クラブで出場機会確保するのがベスト。選手は試合に出てなんぼさっさと移籍しろ。SB のために身体絞ってんだから CB やれとこ移籍しろ。絶対また怪我するぞ。もしよければ、チャンネル登録お願いします。